現実はそれを反映するわけです。つまらない現実にずっと反映し続けるわけですね。固定観念によって、その心の反応、感情によって、つまらない現実や悲惨な現実、苦しい現実、辛い現実を反映し続けるわけです。じゃあその真逆を作るにはどうしたらいいかっていうと、もう簡単です。はい、素敵なあなたへ。現実シフト専門家の篠崎みどりです。今日はですね、つまらない人生の原因は何だと、楽しくない人生を楽しくする方法についてお話ししていきたいと思います。はい、そう、もうつまらない人生から脱却していきましょうということですね。本当にもうこれは、この動画をね、最後までご覧いただいたら、もう人生めっちゃ楽しく感じられるっていうようになっていただくためにですね、私もちょっと全力でお話ししてみたいなと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。はい、まずね、もう私は結論からズバリと言っちゃいます。つまらない人生原因は何だっていうところね、楽しくない人生を楽しくする方法の結論ズバリなんですけども、もうね、いつもいつも毎度毎度同じような部分に戻ってきて申し訳ないんですけれども、やっぱりつまらない人生にしてしまってるのは自分なんですよ。そう、つまらないところしか見えてないんですよ。フォーカスしてないんですよ。そう、つまらない人生を送る人って何かというと、あれもやだ、これもやだ、これも楽しくない、あれもめんどくさい、全部嫌みたいな、もうめんどくさいとかつまらないとか大変、無理、できないっていう思考の癖があるんですね。そう、じゃあどうしたらいいかというと、その逆の癖をつけていくようにしたらいいんです。そう、この癖ってね、あなたのせいじゃないんですよ。あなたのせいでこの癖ってできたわけじゃなくて、そういう風に考えられる、脳ってそういう生き物というか、脳はそういう仕組みでできてるんですよ。めんどくさいと思っちゃうんです。すぐ。大変って思っちゃうんです。無理ってできちゃう、思っちゃうんです。なんでかっていうと、それをサクサクやっていっちゃうと、自分の今の現状から変化してしまうわけですよ。で、その変化してしまっては脳は困るわけですよ。なぜかというと、現状を維持したがる機能が備わってるからです。脳には。ホメオスタシスって言われてたりもしますけど。そう、そういう機能が備わってるので、そんなね、いろんなものを楽しく考えて、サク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 行動しちゃって、どん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 現実を変えちゃうのは、脳にとっては障害なわけです。大変なことと認識してるわけですね。そう。どん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 人生変わっちゃったら、考えなきゃいけないこともたくさんあるし、やらなければいけないこともたくさん出てくるでしょうし、人間関係も大きく広がっちゃうから、脳としてはもうこれ以上キャパシティを使いたくないんですね。容量を使いたくないわけです。省エネ省エネしたいわけです、脳としては。だからもう考えないで嫌だとか無理とか思いたいんですね。で、つまらない人生の原因は何かっていうと、そういう思考の癖が原因になってます。じゃあ、楽しくない人生をその癖で作り上げちゃってるわけですよ。現実っていうのはいつだって自分の心が映し出す鏡なんですね。思考の癖も自分の心をしっかりと反映させて、それを現実に映し出しちゃってるんですよ。どういうことかというと、固定観念もそうですね。思考の癖もそうなんですけども、自分は、これを A をやるのはめんどくさがる。A をやるのはつまらないと思っている。A をやろうとするとすぐに拒否反応が出るっていう思考の癖が出るのならば、心はそれを拒否反応に反応して嫌な感情を出します。ネガティブな感情を出します。やだやだ、そんなのやりたくないという感情を出します。で、現実はそれを反映するわけです。つまらない現実にずっと反映し続けるわけですね。固定観念によって、その心の反応、感情によって、つまらない現実や悲惨な現実、苦しい現実、辛い現実を反映し続けるわけです。何なんだこの人生は、すごく嫌だ、つまんない、全然楽しくない、そんな人生現実を作り出し続けるわけです。じゃあその真逆を作るにはどうしたらいいかっていうと、もう簡単ですよね。まずはつまらないと思っているんじゃなくて、もう面白い部分を探し出す癖をつけるんですよ。この例えばね、仕事をするのもそうです。今お勤めに行っててね、サラリーマンをしてる人はもう特にこれ必見なんですけども、その毎日の仕事をですね、楽しくする工夫をするんですよ。まずは自分自身、現実が楽しくないなら自分から楽しく仕掛けるんです。みんなにおはようって言ったりとか、楽しいね今日もとか、そういう声かけをしたりして、自分で楽しくする工夫をしていくわけです。で、楽しくしていく工夫をするときに大事なのが、そのいかにつまらない現実を楽しくゲーム化して、つまる楽しみながらやれるようにできるか、それをやって
ていくわけですよ、自分で。で、そうなってくると、どん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 楽しくなっていって、どん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 アイディアも湧いてきて、どん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 感情も豊かになっていって、なんだろう、満たされててめちゃめちゃ楽しいぞってなっていって、現実にはどん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 楽しく思わせてくる現実を映し出します。そうすると、サラリーマンじゃ収まりきらなくなって、わあ、私サラリーマンでも十分楽しかったのに、という状態だったのに、あれよあれよと、なぜかわかんないけど、こう、起業する、もしくは社長になっていく、もしくは経営者になっていくような、もっともっと自分自身でこうしたい、ああしたいという楽しみが増えてきて、自分自身で決裁権を持つようになります。そうすると、決裁権を持つってどういうことかというと、自分の采配で自分で何でも決められるという状態ですよね。そうなると、いや、私サラリーマンでも楽しかったけど、やっぱりもっともっと楽しいのは決裁権を持っていろんなプロジェクトを動かしていくことなんだなっていうことが分かるようになると、どん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 それもさらに楽しくなって発展していくわけですよね。そうするとビジネスもどん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 発展していって、会社もどん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 大きくなっちゃって、で、あ、もうなんかもう楽しすぎるなってことで、どん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 それを人にお任せしてもどんどんそれが発展する。そしてまた、新しく会社を作ってはそれが発展するみたいな、どんどん楽しい連鎖が起き始めるわけですよ。で、もう楽しくない人生を送る方が難しいぞという状態になるわけです。もう一回もおさらいしますよ。つまらない人生の原因はなんだ？自分の思考の癖なわけです。つまらないことをつまらないと判断している自分がいるんです。つまらないことをどうやって面白くしてやろうかって判断する自分がいたならば、その現実はつまらなくなくなるんです。今すぐに。超簡単なんです。そう。で、楽しくない人生があっという間に楽しくなっちゃうんです。超簡単なんです。つまり、どんな現実も、その目の前に広がってる現実をどう捉えるかの自分がいるだけなんですね。それを、自分自身で気づけたならば、あっという間に楽しくなっちゃいます。でね、今日、LINE にですね、アンケートにお答えいただくようになっていて、そこのご質問、アンケートかなに回答している方のですね、事例があったので、それを例に例えながら、ちょっとわかりやすくね、お答えしていって、お話ししていければいいかなと思います。まずね、この方は、現状はですね、2つの仕事を掛け持ちでやっている状態のようです。思うような収入が得られないそうです。ダブルワークで一生懸命やってるのに、思うような収入は得られないなという状態ですね。で、2つ目、これはね、理想の現実ですね。理想の現実は経済的にも時間的にも自由に生きているというのが2つ目の理想の状態ですね。で、3つ目、これは悩みですね。悩みの部分ですね。行動を起こそうとするときに出てくる不安や恐れをどうやってコントロールして行動に移せますかというご質問、悩みですね。この3つのアンケート、ご質問に対するアンケートを回答していただきました。じゃあこれをどうやって解決していこうかっていうのをお答えしていきたいと思います。まず、2つの仕事を掛け持ちでやっているけど収入が思うように得られない状態だっていうことなんですけども、そもそもの仕組みを理解しておいた方がいいですね。2つの仕事が何によるかにも関わってくるんですけれども、例えば私も過去ダブルワークしてた時がありました。どっちもですね、時給で働く仕事です。お勤めです。1つはコールセンターの仕事。で、コールセンターが終わったら居酒屋でバイトっていう状態をやってました。もう1日にね、8時間以上働いてるわけですよ。10時間も11時間もね、働いてるけれども、全然それに見合った収入が得られないわけですね。なんか全然豊かにお金が入ってくる感覚がないわけですよ。それは当然です。時間を売ってお金を得ている時点で、もうそれは大変さが増すだけです。それじゃあ、ずっと貧しさから抜けられなかったんですね、当時の私は。当然です。忙しいが増えるだけで、疲れるだけで、お金、時給としてはすごい安い金額を得ているだけなので、全然頑張れど、豊かになれずっていう、忙しさが募るばっかり、貧乏暇なし、みたいな状態になっちゃうんですね。そうじゃなくて、私はあるやり方にシフトしました。どういうことかというと、8時間はお勤めで働く。きちんとね、派遣やバイト、お勤めで働く。で、残りの余った時間を副業。自分で全て決められて、自分の上限、収入の上限がない仕事をやっていったんですね。副業です。この副業は何かというと、例えば自分のやり方によっては、その1時間で数万円の収入が得られたりするものです。1時間大抵ね、1000円から1500円の時給じゃないですか。大抵ね。よっぽどね、いい仕事になると2000円から3000円っていう時給もあります。ただ、でも1時間で2000円から3000円が上限ですよね。でも副業では1時間かけると数万円得られるようなビジネスっていくらでもあります。1時間でそれぐらいになるビジネスってあるんですよ。これはもちろん頭を使います。
頭と地道な行動量が必要です。でそれが 1時間が1000円だった副業だったのが、どん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 キャリアを重ねていくと1時間が数万円にもなるわけです。その副業を育てていったんですね。で私は日中はお勤めしている時は時給1000円で働いてました。で1000円で働いてた傍らで月商50万円とか得てました。そうで月商100万円を超える頃にはもうこのお勤めをもうやめてもいいかなっていう状態で終了という形でやってました。そうかつてはそんな感じで、ね、月商50万円とはいえ安定してないから不安だなということで、このお勤めを続けながらこの副業をやってたんですね。そうで確かにそれでもやっぱり副業をやってお勤めをやってる傍らの副業なので忙しいは忙しいですよ。忙しいは忙しいんだけれども収入の量が全然違うんですよ。そのかつてダブルワークして、日中コールセンターやって午後で居酒屋働いてるっていうダブルワークよりも全然豊かさが違うわけですよね。心の余裕も違いますよね。やればやるほど楽しくなるわけですよ。そうだからそういう風に掛け持ちする仕事、同じような仕事を掛け持ちしても意味ないですよってことです。いわゆる同じような仕事っていうのは何かというと時給でお金が得られる仕事、同じような仕事です。一緒です。やれど大変になるだけです。じゃなくて時給でする仕事、こちらは安定してます。じゃなくて時給じゃない自分で仕事を生み出すことを副業でやっていくとすごく豊かさの度合いが変わってくるので、それをおすすめしますということですね。で、それをやっていくとおのずとこの2番目にやってた理想の状態ですね、経済的にも時間的にも自由で生きる状態ができます。まあ今の私がまあ今そんな状態です。で、この3つ目にですね、行動を起こそうとするときに出てくる不安や恐れをどうやってコントロールして行動に移せますかっていうことなんですけども、これ冒頭にお話ししてましたね。脳は不安を思わせてきます。なんでかというと行動を起こそうとすると自分の現実が変わってしまうから、脳は警報を出すんですね。アラームを出すんです。ちょっとと、現状が変わっちゃうけど大丈夫ですかと、今あなたはねダブルワークで大変なのが今あなたの普通じゃないですかと、それが、そこから脱却しようとして今あなた今までとは違う現実に移行しようとしてるんですけど大丈夫ですかって、脳は警報アラームを出すんですね。それは何かというと、そのアラームはどこに行くかというと心、感情の方に行って不安とか恐れとか心配というネガティブな感情を湧き起こします。そう、そんな感情を湧き起こすとどうなるかというと行動をやめるんですね。そう、もうこれ以上動くと危ない目に遭うぞとか怖いことになるぞとか、なんか心配、大丈夫、焦りみたいなことで行動を止めようとするんですね。そのやり方は間違ってるぞというような行動を止めようとするんですよ。これがホメオスタシスというやつです。で、行動するときにそれは絶対出てくるもんなんだって思ってあげると対処ができます。私はどうやってたかというと、私にも当然その不安とか、絶対ね新しいことをチャレンジするときに絶対出てくるんですよ。不安とか怖いとか、これを失敗したらどうしようとか、本当にこれうまくいくのかなとか、まだうまくいかないのっていう焦りとかね、いろんな思いがネガティブな感情として出てくるわけですよ。どうしてたかっていうと、これをあ、この不安が出てきてた、怖いと思うってことはこっちでいいよっていうチャンス、サインだってことだなと、ということで不安が出てきて当たり前だってことでもう気にせず進んでたんですね。そうしたら案の定その不安は気のせいになるんですよ。その気のせいでどん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 進んでいくと、当然ですけど行動してるもんだから結果が見え始めるんですね。で結果が見え始めると、あ、やっぱりうまくいくじゃん、うまくいってるじゃんっていうような結果が得られるようになるので、どん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 その状態、結果を得て現実が望む現実になるのが当たり前という状態になります。そうすると脳は安心します。そこがコンフォートゾーンになるからです。結果が出てどんどん変化を起こしている自分が当たり前という状態がコンフォートゾーンになると、以前の例えばダブルワークしていた時間を売って対価を得ていた自分が違和感が出てくるんですね。もうあの時の自分には戻れないわけですよ。もう望む現実、時間やあの場所にも縛られずに自由にお金を得ていて、しかもその当時よりも何倍も収入を得ていくっていう方がもう普通になってるので、もう当時の働き方はもうできなくなっちゃってるわけですね。そう、なぜかというとそれがもうコンフォートゾーンの外にあるからです。今の私のコンフォートゾーンというのはどん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 新しいことにチャレンジしていって変化をしていくのが当たり前というのがコンフォートゾーンです。そういう風にしてしまうともう閉めたものなんですよ。もうあなたの現実はどん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 望むものに変化していくしかなくなります。ぜひね、そういう風にあなたの不安や恐れを使っていってください。ガソリンにしていってください。あー、不安が出たらじゃあこっちでいいんだみたいな感じで私はガソリンにしてました。どんどん行くぞみたいな、
そういう不安を出たってことは、これこっちでいいっていうサインだなみたいな感じでどんどん行動してました。こんな感じでね、使っていっていただけるといいかなと思います。そう、今日のお話まとめますよ。つまらない人生の原因はなんだ。はい、これはあなたのつまらない人生を作り出す思考の癖が原因ですよと。つまりつまらないものをつまらないと判断してしまう思考の癖です。そうじゃなくて、そのつまらなくて楽しくない人生を楽しくする方法としては、そのつまらないとされている現実に対してですね、どう捉えていくかなんです。それをじゃあどうやって面白くしていくかなとか、面白いところはどこかなって探し出す脳の癖をつけていってほしいんですね。超つまらないことをつまる、楽しくする自分の味方を養う場面なんですね。そういうことを養っていくチャンスなんですよ。だからそんな風にシフトしていくのがこの解決方法ですよっていうことでした。はい、決してね、誰かが面白くしてくれるとか、いつか面白くなる人生がやってくるっていうのを外側に求めないでください。いつだって内側が先です。あなたが作り出してるんです。外側に、現実にそれを期待しないでください。いつか私を面白くさせてねとかやってるうち、思ってるうちは一生そうならないので注意してくださいね。はい、今日のテーマがいいなと思っていただけた方は、ぜひグッドボタン押していただけると嬉しいです。そしてチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。コメント欄で、ご質問だったり感想どしどしお待ちしております。はい、でメンバーシップの方もですね、ぜひ覗いてみてください。マニアックな話とか、濃い話をどんどんしておりますので、ぜひ覗いてみてください。はい、私はですね、インターネットを使って好きなことややりたいことを仕事にできております。これはビジネスやマーケティングの知識が必須になってきます。こういったことをですね、私が何をやっているかとか、私のクライアントさん、受講者さん、レッスン受講者さんがですね、どういうふうに人生を変化させているかっていうのをですね、LINE の方からシェアしておりますので、興味があるという方だけで結構です。LINE の方に、フォローしていただけますと嬉しいです。概要欄の一番上のリンクに貼っております。LINE にフォローしていただきますと、明日死んでも後悔しないと思えるぐらい、今日という一日を素敵に生きるエッセンスが詰まった動画をプレゼントしておりますので、ぜひ受け取ってご覧ください。はい、それではですね、ぜひたった今からもうそのつまらない人生を脱却してください。もうその解決方法は分かりましたね。つまらないものをつまらないと判断する、そんな当たり前のことはやめてください。そうじゃなくて、つまらないものをどうやったら面白く思えるかな、もしくは面白いところはないだろうかと判断してみてください。この瞬間から劇的に人生が変わり始めます。ぜひですね、今この瞬間から劇的に変えていきましょう。それではバイバイ。